ウキンデクマールグンマールとは、水蒸気爆発、またはマグマ水蒸気爆発により形成された円形の火口で、火山地形の一つである。水が豊富にある場所で、マグマ水蒸気爆発が起こって、火災サージを発生し、爆発によって生じた円形の火口の周囲に、少量の火災サージ体積物からなる低い環状の丘を形成する。火口底が地下水面より低い場合は、中に、 水が溜まることが多い。その場合、河口は湖となり、沿岸部では湾入する。通常は一回だけの噴火で形成され、この点で清掃火山頂上の河口とは異なる。マールはもともとドイツ西部のアイフェル地方の方言で湖を意味する。アイフェル地方にはこのようにして生じた故障が70箇所以上に点在していて、俗にアイフェルの目とも呼ばれる。 19世紀からドイツの地理学者によって、この種の地形を表す語として用いられるようになり、その後国際的に定着した。山川湾国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成マイマルのステレオ空中写真。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成2の目方。 ありがとうございます。